当時のジャイアンツには原、クロマティ、吉村らリーグを代表するホームランバッターが顔を連ねていたんです。プロ野球の世界でやっていけるのでしょうか。王監督はホームランバッターだけが必要なわけじゃない、お前にしかできないプレーがある。世界のホームラン王の一言がターニングポイントに。2000年の日本シリーズ、2勝2敗で迎えた第5戦、4点リード、ランナー1、2塁の場面でホームランバッター5番マルティネスに代え代打河合。誰もが 100% バントと分かる極限のプレッシャーの中、三塁線に絶妙のバント、ダメ押しの追加点を呼ぶ犠牲バントを決めたのです。かつての恩師の前での最高の仕事、これでシリーズの主導権を握ったジャイアンツは日本一に輝いたのです。